さあ始まりました、会員限定放送のお時間です。今日もマリアちゃんからいただいておりますので、ちょっと読んでみましょう。ほのちゃんへ、和食中華イタリアンどれ食べたいって LINE を既読無視しちゃってる件、全然気にしてないよ。きっとみんなどれにしようかなって考えているうちに仕事もあったりで忘れちゃったんだろうなって思っていました。優しい。それではほのちゃんからの質問に答えていきます。81、マリアちゃんが印象に残っている言い間違いってある？に対して、言い間違いじゃなくて読み間違いになっちゃうけどいいかな。ラジオにスパムおにぎりについてのお便りが来た時、脳内からスパムの存在を消し去ってしまっていて、スマップおにぎりと言っちゃったことがありました。ありそう、コラボありそう。次、82番、忙しくてあれ寝る時間なくないって時、慌てますか、冷静になりますか。今度は冷静になって関係ないことしちゃうよ、逃げ。私も冷静になります。慌てても心が乱れるだけ。そして私は寝る時間は絶対に7時間取りたいので、明日自分が元気いっぱいになればどんなことだってできる。睡眠不足だったらせっかく準備してきたこともできない。なのですぐに寝ます。冷静になって1秒でも早く寝ます。まあそうだよね。83番、丸一日遊ぶならどんなプランを立てますか。休日朝早く起きるのは苦手なので、11時ぐらいからスタートするスケジュールを立てます。まず11時に集合してご飯を食べます。ディズニーでもそう。へえ、11時で夜の10時までには戻ってくるってプランであれば何でも OK です。なるほどね。そして今回私からの質問は1個にしようかと思います。84、本土ちゃんのお母さんの面白いエピソードを教えてください。言い間違いの話で思い出したけど、私のお母さんはシチューをチシューって言ったり、ナイキをニケって言ったりしてたよ。マリアとのことです。ありがとうございます。そして気がつけば質問が1個になっているというのも、もう84だからね。質問の数が100が見えてきてますから、大事にこっからはリレーつないでいきましょうか。でもそうか、やっぱマリアちゃんは寝るんだ。7時間眠れたらいいよね。確かにな、己5、6時間な時がなんだかんだ多くなっちゃってたかもしれないけど、7時間眠れたら確かにいいかもな。目指せ8時間って感じだけどね。そしてマリアちゃんのお母さんは可愛いですね。確かにマリアちゃんはお母さんラブ、マザコお母さんラブだった気がする。素敵なエピソードだ。じゃあこちらに返事をしていきましょう。マリアちゃんへ、いろいろ質問に答えてくれてありがとう。今回マリアちゃんの質問から、質問は1個になっていくっていうのいいと思います。私も大事に答えていきたいと思うよ。じゃあマリアちゃんからの質問の返事、84番、本土ちゃんのお母さんの面白いエピソードを教えてください。そうだね、一個一個の質問にしっかり答えていきたいと思ったんだけど、ないです。お母さんの面白いエピソードってあるか、あるか、伸ばし伸ばし伸ばし、波波波、てん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 、はてな。お母さんの面白いエピソード、ないです。じゃあ私からの質問一個いくよ。85番、マリアちゃんはライブって行きますか。ライブに行ったらどんな風に楽しむタイプですか。イエイイエイヒューっていうのか、静かに浸るタイプなのか。私も今度ライブに行くけど、自分がどうなるかがわからないから楽しみだよ、楓。はい、こんな返事を書かせていただきましたけども、みんなある、お母さんの面白いエピソード。お母さん、家族仲はいい方だと思います。家族仲はいいんだけど、そんな多分マリアちゃんはお母さんかわいいねみたいな感じなはず。確かママかわいいねって多分なるタイプだったはず。うちはそうじゃないのよ。普通にお母さんで楓で
で弟お父さん、犬と犬と虫、結構うち虫出るから虫たちがいる、そんな家庭なんですけど、うわ難しいね、家族なんか普通かもな。だからでも可愛いね、マリアちゃんのお母さんは。やっぱマリアちゃん気になるよね、マリアちゃんの、マリアちゃんの部分ってどこから似てるんだろうってなんだろう、性格もだし、あの可愛い顔もそうだし、色白もそうだし、何よりやっぱ声とかは誰どこから引き継がれてきてるのかっていうのは個人的にめっちゃ気になるなって思いました。わあどうしよう、質問足していいですか。いやそれ聞こう、みんな聞いとくね。私 PS ごめんマリアちゃん、もう一個聞かせて。86番、マリアちゃんの声は遺伝ですか、誰に似てるんですか。以上。これ気になるよね。そうそう、しかもマリアちゃん あのすごい色白なのは、あの誰にっていうのは、あの親御さんの話は以前個人的に聞いたことはあったんだけど、声の遺伝ってするのかな。ね、皆さん一緒に回答を楽しみにしていましょう。といった感じでお返事を出したところで、今回の会員限定放送はそろそろここまでとさせていただきたいと思います。再三改めてになりますけれども、次回再来週はニュージーンズ特集です。ニュージーンズ特集というか、を見たオタクの帰れの久しぶりのオタエピソードだと思われます。楽しみにしててね。また再来週聞いてください。バイバーイ。